ベスギ・ボンズは、イギリスの歌手、デボン・シュー・エクセターに生まれる。イギリスのグループ、ポーティス・ヘッドのボーカリストとして知られる。九種の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第70位。ブリストルのパブで、シンガーとして活動。この頃は、オリジナルの歌は歌わず、ブライアン・アダムスといったポーティス・ヘッドとは逆のような、音楽のコピーをしていた。その後、 現在のメンバーであるジェフ・バーローに出会い、オリジナルのデモテープを渡したところ、ボーカリストとして招かれ、1991年にポーティスヘッドとしてデビュー。1994年にはアルバムダミーをリリースし、世界中で話題となる。ダミー発売後の過酷なプロモーション活動で体調を崩して以来、一切のインタビューは断るようにしている。 1998年のツアー終了以降、ポーティスヘッドとしての活動をほとんど停止させ、元ト,トークトークのベーシスト、ラスティン・マンコと、ポール・ウェップと共にソロアルバム、アウト・オブ・シーズンを2002年にリリース。その他、ジェーン・ワーキンのアルバムに参加するなど、ソロ活動を重点的に行うようになる。ありがとうございます。